これを撮った後、ブチラジとか、まあ、ブチラジをここで撮った後、うん、まあ撮る前もそうですけど、特に撮った後とかに、ファミコンとか漫画の話すげするじゃないですか。するな。まあ漫画の話は もう俺帰るけど、毎週毎週漫画の話ばっかり、なんでそれって話ですけど、30過ぎてやっぱ他のタイタンなんで、他の事務所を経験してきた芸人が多いから、やっぱ言ってましたけど、そんな事務所他にないって言ってましたけど、こんなザックバランに終わって、いやファミコンとかゲームとかね、その漫画の話しないでしょ、昔のジャンプの話。あとまあね、年がもうすこぶる近いんですよね、だから思い出もほとんどしなかったし、盛り上がるのはいいんですけど、なんかやっぱ昔って本当漫画とか面白かったじゃないですか。面白かったな。で最高、だんだん面白かったんだろうなって思うじゃないですか、うん、で今も当然面白いんですけど、漫画いろいろあって、うん、今の漫画ってもうしっかりしてるでしょ、本当にちゃんとしてる、うん、なんかもう綿密に練られたストーリー、そうそう、隙がないんだよな、隙がない。で昔辻褄もあってるし、そうそう、で昔の漫画って好きありすぎじゃない、いくらなんでも。いやそうなんだよな。いやだから昔本当に心の底から見て熱狂してたけど、うん、今見たら全部ギャグ漫画みたいなあの感じでしょ、うん、何をそんな雑なことがあんだっていうぐらい行き当たりばったりじゃないですか、そうですね、全部ね、うん、かの名作ドラゴンボールですら、いやそうなんだよな、もう行き当たりばったりでしょ、もう穴だらけ、穴だらけじゃないですか、うん、ドラゴンボールですらですよ、うん、他のものなんてほぼもう穴しかないような、穴だらけだったな、ギャグ漫画じゃないんだよ、あんなに当時ドキドキしてもう本当に大丈夫かとかだったやつすら、うん、今見るともう本当になんだよっていう、こうすりゃいいじゃんとかばっかりじゃないですか、うん、なんでこんなことしてんだとか。だってその当時の僕らぐらいの年の人が書いてるわけでしょ、まあ、もしかもっと若 い, そうそう、まあそうですね、なんであんな穴だらけになるのっていうような今思うでしょ、思う思う、穴だらけだろうな全部、あるいろんな漫画あんまりねあれですけど、うん、すごいでしょ、その全部がもうギャグ要素みたいな、うん、当時は本当に何ですか、この一周目の面白さでちゃんと、うん、その当時はねハラハラドキドキしてたのに、うん、今穴すごいんだよな、すごいよな、全部ほとんどでしょ昔の漫画なんて、うん、今のに比べたら、うん、今のなんてしかももう大変でしょうね、こんだけ科学も進歩したりしてるから、まあ、ドラマにしっかりですけど、つじつま合わせんといけんし、もう携帯電話の登場以降ちょっと話も変わるわけじゃないですか、うん、連絡の取りようあるぞってなっちゃう、そうやな、そうやな、その例えばなんかろくでなしブルース的なやつとか、まあクローズの昔の方とか、うん、もう携帯とかないから街で偶然会うとかそんなのあるでしょ、おそらくね、そう今じゃ成立せんもんな、 LINE するだろう、 LINE するだろうってなったら終わりですから、うん、そういうの考えて今やってるから、もう相当穴のない、いやほんまに取材やらな調べ物とか多分相当相当して、で伏線張って、まあこれぐらいの期間続くならこうしてこうやって書い、もう当時なんて本当にすぐ終わるし、うん、もうその日に考えたらそのまま書けるぐらいのレベルだろうなっていうぐらいので急に連載中止とかすげえあったし、まあ今もあんのかもしれないですけど、うん、本当に敵に向かってるところで終わったりする漫画あったじゃないですか、ありましたね、次回作にご期待くださいみたいな、うん、いや戦えこれ、そうそうそう、おりゃーみたいな、なんで、うん、この後平和を訪れるのか、次回作にご期待くださいみたいな、なんでだよっていう、いやなんで終わるんだと思う、いやそうそう、やっぱ10話ぐらいで終わったでしょ、バンバン、うん、終わっとったな、ほとんど、うん、もう穴だらけと中途半端、見たかったやつもあったの、見たかったやつもあったけど終わるでしょ、うん、やっぱ昔の話と全部穴の話に結局なるじゃないですか、うん、でもこれこうじゃないみたいな、確かになみたいなことになると、うん、ひどいですよね、相当ひどかった な, なんでそんなこと分かるだろうって今思ったら思うようなことも全然あるじゃないですか、だからバキは名作だけどな、だからバキもでもまあもうそもそも好 き,、まあ、そうか好きというかもう嘘だろっていうやつ嘘だよ、だからそれは全部嘘だよ、いやあれは本当なんですけど、だから嘘だよあんなの絶対バキはだからもうしっかり読んでないからなんとも言えないですけど、うん、あれもだ、あれはどうなんですか、いや頭狙撃されて、結構前からあれあるでしょ、だからあれ頭狙撃されて、うん、でまだ頭の方向が終わってないのに敵に仕返し行くけんな、だからそんなのもうどういう漫画なのかさよく分かんないんだよ、バキもだからギャグ漫画と思えるもん、宮本武蔵と戦いましたしね、だからもう意味が分かんないよ全然どういう状況、宮本武蔵の遺伝子が見つかって、であのクローン、もういいよそれぐらいの漫画だったらもうどうでもいいよ何やったって大丈夫、いやいやもうすごい辻褄あったんです、これは倫理に反さないかみたいなところからまず始まる、複製人間いいのかみたいな、まあまあね、でもいいよもう徳川光成の頭打ち抜かれたやつが戦いに来るやつはもうどうでもいいよそんな何やったって、いやそのもう力でやっぱもう復活させてしまう、むちゃんこ強いけんな、まあまあ、宮本武蔵、まあね確かにその、うん、ドラゴンボールですだ、うん、あんなにめちゃくちゃ人殺したりするのに、うん、ちょっと騙されたぐらいでブチ切れてるシーンとかあって、そのいやそんなことで怒るっていうようなあるじゃないですか、あの観客がいつは全員もうめちゃくちゃでしょ、うん、死にすぎて、うん、どんどん死ぬし、もうドラゴンボールの最後の方死んだ方がええ
7、一回死んどこうみたいなやつ。そうそうそう。どうせ最初期クリリンが死んだ時とか本当にみんな狂うぐらい怒ったのに、もう今死んだって天国から声も聞こえるし、そのここに輪っかついてたけど普通に歩いてるしますからね。死んだ方がいい時とかあるんだよね、確かに。で、あの一回そう死んで、あの神論でやろうみたいな。そうそう、いいからもう一回やって、一回消しといて、一回神論でやるから、その誰もおらん状態で戦おうみたいな。あ、そうそう、あった。し、神論のルールも2点3点してますから、ね、そうそうそう。お願いしたら、まあまあいいかとか言い出したら、神論も最終的には、うん、最初はだってね、一個の願いだけだったのに、あのもうなんかものすごいものだったのに、そうそう、もうシェンロと喋れるよ会話できるやつ、そうそう、ウインクするぐらいブルマとかにちょっと、そうそう、ええー、みたいな、ちょっとブルマに照れるぐらいになってた、ね、そうそう、顔見知りみたいな出すぎて出すぎて顔見知りシェンロ出すぎて顔見知り慣れてしまう人間に。確かにな、うん、あんなに夜になって、あ、なんだこここここここなんてのか、普通だってウイスチースぐらいの感じで来て、そうそう、ポルンガすらね、もう、うん、最初ポルンガの方がすごいんでしょ、だって。いや、だから最初は1個集めて1個だけ願いかなだったの、ポルンガは3つ叶えれるぞってなってすごいなったけど、3つ叶えれるけど複数は生き返らされないみたいな感じが、うん、最後のもうすげえ変わりましたよね。2個ぐらい、2個だったら複数も生きるみたいな、なんかなったり、その、うん、なんかもうめちゃくちゃなんだよ本当に。というか、誰々に殺されたやつみんな生き返せるみたいなお願いしてたでしょ。なったんすよ、悪人以外とかすげえざっくりした、うん、そのなんかどういうことでやった、ずるいよ、もうずるいんだよ本当にずるいんだよ。で、なんか最初は結構そういうのあったのに、なんか悟空をちょっとこっちに呼び戻してた、それは無理で本人が断ってるみたいな、どういうコンタクトの仕方シェンロンと悟空どうやってコンタクトでも当時あんまり思わなかったんですよ、そんなこと。何にも今見たらもうシェンロンかよ、フランクすぎるな、いくらなんだよ、うん、なんかシェンロンに調べ物してもろうとちょっとしたちょっとしたお使いさせとるそうそう、なんて言ってますぐらいの感じで言ってましたから、本当にすごいよな、もう穴だらけだよな、穴だらけ、ほんまに。なんでもあの時は本当にね、うわどうなるんだろうとか、浸水してましたからね、おーシェンロン変わった、助かったみたいなね、だったのになすごいよな、今の漫画そこらへんと逆にすごいというかね、大変でしょうね、今の漫画家さんはね、大変だと思う。もう矛盾かけないわけですからね、うん、こんな今ネットとかあるし、特に、うん、そうやな、ネットもねえからみんなつかなかったんでしょうね、そういう痛いとか、はがきとかで当初来てたかもしれないけど紹介されないし、あ、そうか、そうだろうな、今すぐもう書くじゃないですか、ツイッターとかでね、だからもう昔の漫画全部矛盾ですからね、うん、ほとんど良くも悪くもね、今のそれがな、もうまあね、昔ならそれはそれで良かったんですけどね、うん、ちょっとまあがっかりする時もありますけど、昔の読むとね、うん、ひでえなっていう、ひでえやつあるよ一回死んだ方がいいわ、ほんとやめてほしいよな、うん、ああいうノリはあんなに気軽にボコボコ死なないでほしい、うん、で死んでも一回痩せるの、最初一回とかなんかそんな、そうだったよ、だったよな、うん、もうクリリンなんか 3,4 回死んでもどんどん生き返るでしょ、うん、死んだ方がいいんだから一回それでサラ死に戦った方がいいみたいな、そうそう、サラになるけんなどういうことそういう感覚で扱うなよ命を、もう腹立つわ楽しかったんですけどね、楽しかった、今見ても名作は名作ですけどね。平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴ラジー。